近づかれたら近づかれたで、剣で人間の鍛冶技術に負けるドワーフじゃねえ。矢を放ちつつ交代してください。この戦が終わればあいつと。もっと敵を攪乱しなさい。世の力を見せてくれるわ。全軍突撃。よし、行く。よし、行こう。世に盾つく賊軍を討伐するのじゃ。世に歯向かうとは愚かよの。撤退しなきゃ。あれ、どうするんだっけ。気を抜くな。ぬう、小賢しい真似を。勝てなくても負けなければいい。逆転を狙う。攻め手を休めるな。応戦になったら終わりだぞ。あれ、作戦の内容を忘れちまった。しかし、負けることよりも上が無能ということが問題じゃ。乱戦になっては不利だ。戦線を維持？下げる？蛮族が。このままだ持久戦か。望むところだ。勝てないな。敵軍の体力は無限なのか。蹴散らせ。よほ、知るか。総大将の指示がなってねえぜ。対等の戦ではダメじゃと。敵軍を圧倒するのじゃ。まご利用してりゃ勝てるな。なんかヤバそうだね。とりあえず撤退。なんじゃ、何をしておる。やべ、戦況がわかんねえ。
ダメだ、戦況が分かんねえ。とりあえず逃げる。仕事が山積みですし、戦はこれっきりにしてほしいものです。イコロス、明日は大事な試合があるってのに。始まったか。さて、今日は特等席で戦を見せてもらうかな。進軍じゃ。魔法が届くところまで進め。明日の試合、もう戦いは始まっているのですよ。これから戦かよ。やれやれ、前進。我々の任務は光栄を守ることだ。出陣だ。エルフ級兵の強さを見せつけるのだ。進軍よ。報酬額を忘れて、任務は忠実に遂行してください。ハルキだって言ってんだろ。総大将の指示がなってねえぜ。我が国のためならば。さて、誰をいただくとしようか。敵の指揮官を確実に討ち取れ。それでは各隊作戦開始。さあ行くよ。上官の命を忠実にこなすことが大事じゃぞ。行くぞ。行くぞ。進め。こらえろ。反撃のチャンスはある。あの方がお怒りになる。私が戦場から離脱するまでの間、食い止めておくのだぞ。交代だ。国を失う気はなくてね。どうやんだっけな。気を抜くな。こういう時こそ冷静になれ。賊軍だけあって逃げるのが早い。なんかヤバそうだね。とりあえず撤退。俺は軍に就職してただけなんだ。
寝返るか。いや、まだ早いな。わしにはあの方のために申し訳ございません。まだやることがありまして、返そうありません。私に恥をかかせおって。さて、責任を誰に取らせるか。俺は上からの命令で働いてただけなんだ。我が国もこれまでか。私を守れば結露は開けます。の方が多いではないか。この敗戦は私の席ではありませんよ。敵の言葉に耳を傾けるな。征服します。魔法は別に卑怯ではない。だから手堅く戦うぞ。少年馬鹿、負け戦とは。この強風では思うように動けまい。我が隊の役目を理解しろ。軍規違反は許さんぞ。交代だ。退却だ。死んでも誰も喜ばん。防衛を守る。それが我が隊の役目だ。敵はもう疲れ切っている。一斉に切り込んで型をつけるぞ。慣れないことはするものではないか。くそ、いささか侮ったか。悪いが、剣技の勝負をする気はない。兵を無駄に死なせるわけにはいかんのだ。私の剣は守るためにある。そんなものはいらん。追い払えればそれでいいはずだ。さて、責任を誰に取らせるか。相手は防戦一方のようだな。
敵は無体風を受けることがどれほど消耗するかを理解していないようだ。命だけは助けてください。この時が来たか。始まったか。始まったな。旦那方、戦利品を忘れるのは後にしてください。敵がここまで竜に対し対策を練っていたとはな。正義の旗を立てねばならぬのだ。こんなはずじゃ。今日の飲み会は盛大に行くぜ。